皆さん、こんにちは。ブロガーの岡迫です。美味しいものを紹介する YouTube 動画を撮っていて、今のチョコレート効果、カカオ 72% を紹介しようとしてるんですけれども、スタッフからですね、いろいろ質問があるということで、スタッフの質問に、基づいて答えていきたいと思います。スタッフの質問ということで、まずはこちらですね。これがスタッフの書いた、質問事項ですけれども、チョコレートは甘いんですか苦いんですかという質問ですね。非常にいい質問力だと思いますけれども、このチョコレートはね、まず甘くなくて苦いですね。このチョコレートは甘くなくて苦いということです。で、さらにスタッフから、もう一つ質問があるということで、頑張って質問を書いてくれてますけれども、ちょっとこの質問読みたいと思いますね。チョコレートって美味しいですよね。おー、共感する質問から来ましたね。けど今回のチョコレートはどのように美味しいんですかと。鋭い質問力ですね。なかなかスタッフやりますね。このチョコレートですけれども、一つ一つはね、ちっちゃいんですよね。こんなにちっちゃいんです。私、板チョコバクバク食べて、1枚食べても足りないって感じになっちゃうんですけど、このチョコレートのいいところっていうのは、ちっちゃいけど濃厚なんです。で、甘くない、苦くない、ちょうどいい。この 72% ぐらいがね、非常にちょうどいいかなってことで、ちっちゃいけど濃厚で、こう、味わい深いっていうところが、板チョコなんかと違っていいところなんじゃないかというふうに思います。さらにスタッフより、質問事項が来ておりまして、チョコレートは、チョコレートが好きな人と嫌いな人がいます。嫌いな人でも食べられますかということで、チョコレートが嫌いな人食べられますか？食べられません。チョコレートですから。チョコレート嫌いな人は無理してチョコレート食べていただく必要ないと思うんですね。チョコレート食べなくても生きていけますから。チョコ嫌いな人は、もらったチョコを私にください。以上ですっていう感じでございますね。さらにスタッフにいい質問ですね。そのチョコレートは世界一美味しいんですかということで、まあ、今のところ、私が食べた中で、これは世界一ですね。多分私、この半年ぐらい、毎日これ食べてます。そのぐらい美味しいと思います。さらに、スタッフから質問ですね。こんなにいろいろ質問を手書きで書いてくれるという。笠子さんはなんでそんなにチョコレートが好きなんですか？おー、哲学的な質問ですね。チョコレート、なんかね、やっぱり食事をした後に、なんかこう、なんていうんだろう、食後のコーヒーってあるじゃないですか。あれと一緒でやっぱね、食後のチョコレートでこれね、甘くなく苦くなくなので、まあコーヒーと一緒に飲んで食べてるんですけど、なんかね、やっぱりそのおやつとして食べることはだからないです。食後になんかこうさっぱりしたいみたいな時にコーヒーと一緒に食べるみたいな使い道をしているので、まあそんな風な形でやっております。ということで、YouTube を撮影しておりますけれども、スタッフがね、いろいろ質問を考えてくれて、皆さんもぜひ、YouTube ね、まだ始めてない方は、皆さんにも大概スタッフがいるはずです。皆さん、ご家庭にスタッフと一緒、スタッフの方が、皆さんより YouTube のこと詳しいですから、そのスタッフと共に、ね、指示を仰ぎながら、YouTube 動画を撮っていただくと、楽しいんじゃないかというふうに思います。このチョコレート、Amazon でも買えますからね、おすすめですよということです。